実践女子大学本枯渇地盤、源氏物語は、枯渇地盤、源氏物語の原存本の一つ。実践女子大学に所蔵されていることから、この故障がある。よもぎう一条を書く五十三条が原存するが、このうち柏木も一部を書く。本半本は、源氏物語の半本として最も古い時期に、刊行された、慶長枯渇地盤、源氏物語の一つである。 この慶長枯渇字版、源氏物語は、わずかに3本しか現存が確認されていない中での、貴重な1本である。それぞれ一部に欠落はあるものの、多くの巻の台線と表紙の端に、巻所の数字が記されている。この両者は、若投げ間を数えるかどうかをことにしているためにそれ、以降の数字が一ずつ異なっており、表紙の端に直書記された巻所では、夢浮き橋巻を、 第53巻と数えるような独自の数え方になっている。本書の本文は当時の多くの古活字版、源氏物語と同じく青描写本系統の本文であり、さらに青描写本系統の本文の中でも三条西や本系統の写本に近い本文である。切りから末つむ花までの格上に古月章から持ってきた注釈の書き入れがある。本書の表層は、 同じ、慶長枯渇地盤、源氏物語である、流門文庫本とは表層の色が異なっていること、薄雲、少女の二冊の表紙の裏に、仏典の印刷らしき漢文が確認できることなどの理由から、原層ではなく、後に改装されたものと考えられている。多くの巻の表紙の左上部に台線が付されている。現状で台線が付されていない巻についても、 大戦を剥がした後らしきものが見られるものがあり、元はすべての巻に大戦が付されていたと考えられる。本半本は黒川迷りの急増本であった。黒川家蔵書のコレクション、黒川文庫は戦後いくつかに分けて売却されたが、そのうちの一部は個人コレクターの所蔵を経て実践女子大学がまとめて購入した。同大学では黒川文庫急増書を 実践女子大学図書館黒川文庫としてまとめて管理することとなった。本半本のうち49冊は上記の経緯で実践女子大学図書館黒川文庫の所蔵となっている。その後黒川文庫の売り立てが行われた際に本半本の残部4冊が売却され、古書紙を経て上記49冊と合わせて実践女子大学図書館黒川文庫の所蔵となった。 切壺から末つむ花までの角状に古月賞から持ってきた注釈の書き入れがある。ありがとうございます。